大勢の方にね お越しいただきましてありがとうございます。まあ落語をしゃべる方も緊張して大変なんですけども、ここで待ってるだけでもね、もう緊張いたします。別にここで失敗したからってどうってことないんですけども、やはりやる以上はなんとか成功しなきゃいけないと思うんでね、大変ですけども、でも聞いてる人も大変ですよ。これだけ大勢の素人の落語を聞いてるんですから、もう大変な忍耐がいると思いますけど、しばらくね、まだまだ続きますんで、私の終わったら帰っていいと言いたいところですけど、そうもいかないんで、お付き合いのほどお願いいたしますけど、最近ね、ちょっと彼女がいまして、その彼女にね、サザエさんの漫画借りて、なんか面白いことないかっていろいろ探してるんですけどね、あるんですね、あの漫画を見てると。でなんか落語にできるんじゃないかなと思って小話を作ったら、でも中にはやっぱりやってもウケないのもあるんですけどね、一つ面白いのがあったんでね、それちょっとやってみたいと思いますけれども、小さい子供を連れた人がいましたんで、あらかわいいお坊ちゃんですね、いえ女の子なんです、あごめんなさいおじいさん、ごめんなさい、私女なんですけどね。こういうね面白いのがサザエさんの中にありましたんで、まあこれ一つぐらいにして本番に入りたいと思いますんですけど、酔っ払っちゃった、飲んじゃったな、飲みすぎたよ、はは飲みすぎた、飲みすぎたよ、毎日毎日酒ぴったりでよくないよ、うち帰らなくちゃいけねえな、いてえな、誰だいこんなところに突っ立ってやがって、まぬけな、まぬけは俺だよ、なんだよポストじゃねえか、ポストじゃ文句言えねえやな、ポストさん、あんたも飲んでんのかよ、真っ赤っかじゃねえか、俺より飲んでんな、つまみは何だ、はがきに封書、ここで口を開けてはがきや封書が来るのを待ってるってわけだ、口を開けて来るのを待ってますと、はがきを待ってますと、来るまでな、へいお待ち、なんで車屋で、車屋なんか呼んじゃいねえよ、旦那今車とおっしゃいましたが、車、わあそれはな、はがきが来るまでって言ったんだよ、車屋なんか関係ないよ、ほらあっち行け、俺関係ねえんだよ、お前そう旦那言わないでくださいよ、今日あの稼ぎが少なかったもんでもう一稼ぎしたいんだよ、なんだい稼ぎの少ねえな俺のせいじゃねえじゃねえか、そりゃそうなんですけど、せっかくですから車に乗ってくださいよ、やだよあんな車なんて、お願いしますよ社長、お願いします、社長お願いします、なんだ社長だ、お社長と来たか、お社長と言われたんじゃしょうがない、よし俺も男だ、車に乗ってやろう、ここか、よしよしよいしょっと、どこいしょっと、それであの社長どちらへ参りますか、おおそうだな、お前んところへ行って二人で酒でも飲むか、な冗談やないでくださいよ、そうか、それだったらな北海道の網走刑務所に行こう、そこに友達がいるんだ、な冗談やめてくださいよ、あんなとこまだ行けるわけないでしょ、おそうか、それだったらここまっすぐと進め、いやまっすぐ取られましたってね、これあれですよ、おお、これ塀ですよ、壁ですよ、塀だって壁だってなんだっていいよ、それお前プロだろ、車屋だろ、それをぶち破っても何でもいけ、なむちゃくちゃなんだが、まあ、しょうがないね、それだったらな、そこに明かりがついてるうちはな、そこ行ってな、玄関を叩け、そんなことできませんよ、やれってんだよ、やらねってんだ俺がやるよね、おこら、おい開けろ、開けろ、開けねえか、おら開けろ開けろ、玄関は閉まっちゃいませんよ、自分で開けて入ってきてください、うそか、よいしょっと、あらまあ、だいぶ飲んでんのね、臭いわね、
酒飲んじゃいけねえのかよ。自分の金で酒飲んで何が悪いんだ。悪いなんて言ってませんよ。あら、車で帰ってきたんですか。うん、そんなとこだ。あら、車屋さん、おいくらですか。え、こちらが社長の。え、いえ、旦那さんのお住まい。え、そうですか、ここがお住まいだ。いえいえ、いや、この前からまだ車に乗ったばっかりでね、すぐ降りちまったんで、まだ車輪が動いてないんで、お代の方いただくわけにはいきませんが。だけど車に乗ったんでしょ。じゃあちょっと待っててくださいね。車屋さん、これ少ないけど取っといてください。え、いいですか、こんなにいただいちゃって。ありがとうございます。じゃあいただきますんで、ありがとうございます。おい、車屋、俺構わねえ、もらっとけ。え、余ったら土地でもかい。そんな額じゃないんですけど。そうですか、ありがとうございます。車屋さん、ご苦労様でした。さあさあ、お前さん、早く上がってちょうだいよ。遠慮しないで。遠慮しないでって、お前自分の家じゃねえか。遠慮するわけがねえじゃねえか。よいしょっと。さあ、もう遅いから寝てくださいよ。なんだよお前、寝てくださいって。酒出せ。え、まだ飲むんですか。飲むに決まってんじゃねえか。お前、外の酒は外の酒、うちの酒はうちの酒だよ。お酒持ってこい。ほら、いいから酒持ってこい、酒を。しょうがないわね。わかりましたよ、お酒持ってきますよ。持ってけばいいんでしょ。ね、うん。ちょっとあかんくらってくれちゃった。ああ、そうか。じゃあね、これをね、ちょっとついでね。おっとっと。うわー、うめえな。うめえや。なんかつまみ出せ。誰をつまみ出すの。そうじゃねえよ、酒のつまみ。つまみ持ってこい。鮭が残ってたろ。いただきました。きんぴらごぼうがあったな。いただきました。なんだよ。なんか他に なんかなかったが、いただきました。おや、しょうがねえな。隣からもらったなんかかぼちゃの煮つけがあったろ。いただきました。おい、隣の旦那、いただきました。おい、隣の旦那いただいちゃしょうがねえじゃねえかよ。しょうがねえやつだな。白菜があったろ。まだつけてないんですよ。つけてない。おい、つけてなくたって構わんねや。ここへ持ってこい。ほら、塩ぶっかけて俺の頭にこうやって石のっけとけばいいんだよ。ま、何をバカなこと言ってんの。あ、そうだ、それだったら横丁の角におでん屋が出てますから、おでんでも買ってきましょうか。お、おでんか。おお、いいじゃねえか。行ってこい、行ってこい。おい、ちょっと待って。ほら、行く前にお殿様に何を食べますかとお前聞かなくちゃいけねえぞ。それじゃあ何にします。ああ、そうだな。今晩はガンにでもするか。何そのガンって。ガンと言ったらガンもどき。ガンもどきは長ったらしくていけねえよ。ガンツやな、おでん屋の親父にも分かる。あ、そうなの。おう、ついでだ、お前もなんか好きなものを買ってこい。あら、じゃあ私はペンと孫にしようかしら。なんだい、そのペンと孫ってのは。半ペンと卵。なんだよ、なるほどな、頭を省いたってわけだ。おう、じゃあ行ってこら、行ってこら。出かけたか。一人で飲んでますと。あ、なんだ、出かけたのかい。お、なんだよ、この寒空に上着も着ねえで出かけちまったのかよ。風邪でもひいたらどうすんだよ。だけどありがてえな、飲んだくれの亭主のために夜遅くなっておでんを買いに行ってくれる。あいつの前じゃ言えねえけど、本当によくできた女房だ。
ありがてえな。いつも文句ばっかり言ってるけど腹ん中じゃありがとうさんやって思ってるんだよ。いや口には出せねえけどな。 あいつが俺に惚れてきて一緒になりたいわなんて言ったから女房にしたけど今は俺の方が惚れてるよ。ありがてえありがてえ、友達もみんな言うんだよ。おめえの神さんは美人で、性格もいい、人当たりもいい、頭もいい、女いい神さんもいねえぞって。いや俺もそう思うよ。俺にはもったいねえよ。今あいつがいなくなっちまったから俺はどうしていいか分からねえ。末永くよろしく頼むよ。お願いしますよ。俺を見捨てないでくれよ。あれ、まだそこにいたのか。ありがとうございます。